玉ま川は、熊本県及び、大分県を流れる大の川水系の一級河川である。源流部は、阿蘇九十国立公園の指定区域に含まれている。熊本県の瀬の本高原に橋を発し、上田尻牧場の丘陵の西側に沿って流れ、丘陵の東側を流れる沢と合流する。合流地点の近隣では、名水百選に選定されている。 池山水源の豊富な水量で流量を増し、多数の谷川を併合しながら、大池流ダムのある大曽川と合流し、阿蘇郡宇部山村の中心部を流れる。熊本県と大分県との県境からは、V 字国を形成し、魚釣戸土だけで、吐き合川と合流した後、竹田遊水群等を水源とする河川を併合。稲葉川と波流して、 蛇行を繰り返し複雑な地形を形成しながら、武田市市街南方で大野川と合流する。合流点の約 05km 下流には、武田調整地跡が設けられており、合流点付近は武田調整地跡によって形成された人造庫の一部となっている。熊本県宇部山村内では、古くは山ヶ川と呼ばれ、 地元中学校の校歌にも読み込まれている河川であるが、1966年、一級河川の指定を受けた際に、下流の武田市内の名称である玉らい川に統一された経緯がある。2018年、産山村の中学生で作る子ども議会において名称を元に戻す提案がなされたこともあり、村内に限り山川へ再変更する検討が進められている。 1953年の昭和28年西日本、水害。1982年の昭和57年7月、豪雨や1990年7月2日の梅雨前線による豪雨等で、玉来川、稲葉川がたびたび氾濫。放飛水害では、武田市で死者4人、負傷者33人を出し、被害額は約275億円に上った。 このように頻発する水害への対策として、1991年に、竹田水害緊急地水ダム建設事業が、事業採択され、稲葉川の稲葉ダム及び、本川の玉来ダムの建設が決定した。しかし、稲葉ダムが2003年に着工し2010年に、竣工したのに対して、玉来ダムは2009年に、ダムの位置及び形式が決定したものの、 民主党への政権交代後の2010年9月にダム事業の検証にかかる検討の対象となり2011年10月に事業継続の方針が決定している2011年度中に事業着工した場合の完成予定は2017年度2012年7月中旬の九州北部豪雨では上流のダムが完成していた地域では被害はなかったが武田市では たまらい川が氾濫し、広範囲に浸水。橋が崩落したり、さらには住宅が流される等の被害を受けた。この状況について、当時自由民主党の総裁であった谷垣定一は事業仕分けでダムの建設が延期されていた箇所が氾濫していると主張し、同市を地盤とする衆議院議員、江藤清志郎は現地では、 たまらいダムができていれば洪水は起きなかったとの声が多いと指摘した。これに対し、民主党の参議院議員、大河原正子は、同年7月30日の参議院決算委員会で、完成予定は当初から2017年であり、自公政権が続いていたとしてもダムは完成していなかったと指摘している。また、公益社団法人土木学会の調査では、 石や橋梁などの河川横断構造物について検討し、魚住ダムの石上げや像新橋及び玉来新橋の橋脚に流木が集積し水位を上昇させた可能性を指摘。洪水の原因は経験のない大雨が短期間に降ったことと、それにより発生した流木による流水断面積の減少であると推測している。ただし、この調査では、 洪水調節を目的とする玉らダムが建設されていた場合の洪水への影響については、言及はない。池山水源名水百選記念碑、池山水源は、熊本県阿蘇郡上山村大和雑多尻14-1にある湧水である。通年摂氏13.5度の水温を保ち、30トン、分の豊富な中間降水の地下水で、1985年に、 名水百選に選定されている。産山村の村おこしとして販売も行われている。ありがとうございます。